小湊やつはのチャレンジチャンネル、イエーイ、始まりました。はい、はい、こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。おはようございます。おはようございます。さあ、小湊やつはチャレンジチャンネルということで、はい、今回からタイトルも変わってなりましたけど、はい、はい、チャレンジをしていくっていうことですね。チャレンジをしていくというか、前回のね、収録の時に、まあ、この番組は小湊四葉がユーザー様のリクエストに笑顔でお答えしますっていうことに決まったので、はい、はいはい、だからその、まあ、毎回それにチャレンジしていく、プラス YouTube にもチャレンジしていくっていうことですよね。はい、まあ、ということで前回、リクエスト応募していた、応募というか集めてみたら結構たくさんのリクエストが上がってきたんですけど、お、はい、ありがとうございます。嬉しい、はい、ありがたい。おかげさまで盛り上がります。盛り上がりますね、はい、皆さんのおかげで成り立っております。はい、はい、で、その中で、我々の一つ選ばせてもらいました。お、何でしょう。はい、まずはですね、はい、4つのことを、はい、もっと詳しく知りたいっていうのがあったんで、知ってほしいね。そういえば自己紹介してませんでしたね。あ、そうですね。そうなので、はい、今日は、小湊四葉に50の質問をしてみた。お、イエーイっていうのをやってみたいと思います。50ですね。50、はい、多い。多いっすよ。多い、嬉しい、はい、でもそう、はい、自分のことも知り、答えます。答えてもらって、はい、ということでよろしいですか。質問内容が気になるけど、はい、はい、テンポよく答えてください。わかりました。はい、ポン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 ってやつですよね。はい、はい、それではいきます。はい、小湊四葉の50の質問。小湊四葉です。四つんです。5月29です。 B 型です。食いしん坊です。趣味は トレーニング。ホラー系です。ダンスです。キノコ。パクチーです。白。犬。小袋さんの桜。耳、首、脇、足の指、豆、ゲームは太鼓の達人 と、マリオカードです。バスソルトとボディクリーム。ビッグになること。はい、します。いないですね。ノリがいい人、ユーモアがある人。店員さんに態度が悪い人。あります。あり。ストレートにじゃないですか。大事なところから。デビュー作の一番最初の絡みのシーンです。近くに来られたらムラムラするかもしれないです。
やばいやつ。はい、ド M です。インドア派、弱点、虫、家、自分がいつだと思うとき、なんかすぐ妄想しちゃうとき、トイレに行く、ストレッチ、ぐしょぐしょ、なんかご飯のこと考えちゃう、後ろがレースになってる、ね、自慢したいこと、最近ちょっと痩せたんです、以前に生まれ変わったら、女の子をご飯に連れて行きたいです、着れなかった服が着れるようになった、なんか味方が良くしようか、なんか毛を生やしてくださいっていうコメントが目立つことあります。隠してないですよ、別に。バスソルトとかの並びに置いてます。おすすめしたいもの、難しい、なんだろうな、メイクの筆を頻繁に洗うこと、生きやすくなりたいです。これからの目標、意気込み、成長していきたい、成長していきます。はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あー、変な汗かいた。いや、確かに変な汗かいてるよね。いや、ですよね。うん、汗かいてる。いや、だってなんかちょいちょいエッチな質問来るから、なんかどんなこと来るんだろうなと思って、どこまでのやつ来るんだろうなって思って。いやー、でもエッチじゃないやつでも変な回答してたのもあったけど。あ、本当ですか。はい、なるほどね、はい、まあちょっとね、いろいろ気になったところをちょこちょこ聞いていきたいんですけど、はいはい、まず普通に人生を変えた曲で、小袋の桜、あ、はいはい、はい、これなんかエピソードあるんですか。これお兄ちゃんが、中学の卒業の時に、お兄ちゃんの中学の卒業の時に、なんだっけ、クラスで歌ってたんですよ。で、それの映像を見せてもらって、で、だからもうお兄ちゃんとカラオケによく行ってたんですけど、その毎回歌ってるんですよ。で、私歌で感動したのってその曲が初めてで。へえ。そうです。だから音楽っていいなって思った、それで音楽の道に進んだんですね、うん、そうですね。感動したのがその曲が初めてです。なるほど。確かに人生を変えた曲、うんうんうん、で、そのままね、その本当にその道に進んで、はい、はあ、いいですね。そうですね、心が動いた曲ですね。なるほど。まあ、その後の質問がね、正反対なんですけど、人生を変えた曲の性感帯という質問された気分はどうですか。ごめんなさい、それなんか
なんか意外とスッと入ってきちゃって、はい、なんかいやそうですね、なんとも思わなかったの、どうしよう逆に。いや結構やばいですかね。あのここ僕しっかり見てたんですけど、はい、あの僕はあえてこういう人生を変えた曲っていう質問の後にちょっとエッチな質問をして、はいはい、もうなんすかみたいな感じのリアクションかなと思ったんですけど、はい、なって欲しかったですね、はい、リアルに普通に耳と首と脇と足ととかめっちゃ多いじゃんとか思ったんです。やめてくださいよそれ。じゃあ狙ってたならそういう顔をして欲しかったです。なんかいやいや、なんか普通にしれっと正反対答えてるなと思っていやもうなんか私の中で多分もうはいはい次はい次って感じだったんでしょうね、きっと。頭がもうテンポよくいかない。そう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 、みたいな。なるほどね、はい、すいません、そういうことだったんだ。お期待に添えなくて。でも多めですね、正反対がね。耳、首、脇、足、うん、足の指、うん、豆、ああ豆、あと膝ですね、膝、うん、多いっすね、うん、腕ですね、腕、うん、と背中ですね、背中、うん、もう全身はい、ほぼ全身じゃないですか。いいじゃないですか、多ければよく。いや、全然いいです、ね、いいことだと思ってます、むしろ。なんか、増えていきます、撮影のために。あ、増えてるの。はいはい。へぇ、体はどこからある。はい、大事なところ。もうあの、うん、細かく言うと、まず手を洗ってから大事なところを洗います。なるほどね。大事なところ、要素プレ。あ、あるの。あります。え、髪の毛だったらシャンプーだし、うん、体だったらボディーソープ、ボディーソープだし、大事なところを予想とかもあります。うわ、マジっすか、はい、全然知らなかった。そんなのあるんですね。ええ本当に言ってます。いや、本当に言ってるよ。え、この業界だと普通じゃないですか。いや、知らないっす。えマジで言ってます。え、マジで。はい、撮影の時はあの必ずあります。撮影の時は、撮影の時必ずシャワーのところに置いてあって、で、あの私はそれで知って、あ、これそうなんだって、うん、で、だから買いました。普通に薬局で売ってました。マジっすか、はい、大事ソープ、大事ソープ大事なところ用ソープ。やっぱボディーソープで洗っちゃうとやっぱ洗浄力が高すぎて良くないみたいです。へえ、すげえ。え、でもこの業界に入って知った、はい、で、大事ソープ知って、大事ソープ、名前、いや、聞くでもと、4つ目のプレゼント、どしどしお待ちしております、はい、それを大事ソープはい、それをですか。あ、紫のやつ使ってます、ちなみに。へぇ、いい匂いです。そうなんだ、いい匂い。なんかいい気も流れちゃうらしいんですよ、ボディーソープで洗いすぎると。なるほど、わ、うん、かりました、はい、大事ソープをおすすめという。群れとか匂いとか気になる方はぜひそれです。はい、あとムラムラするとき、はい、どんなときと、異性の仕草どんなときっていうので。ああ。近くに来られたとき。うん、どういうことですか。そのままです。どんぐらい近いですか。ああ、なんかこう近くに、うん、なんかこう、例えば喋ってる時とか、なんだろう、なんかこう、本見るとか、例えば一緒に読んだり、あと音楽聴く時とか、こうイヤホンする時とか、はいはいはい、なんかその距離感です。普通に隣に座ってるぐらいの。はい、ということで、はい、結構あの気になるとこだらけなんで、うん、これ1本じゃもう足りないんで。そんなにですか、うん、変じゃないけど、うん、気になる。あ、よかった、うん、変って言われないことが一番の救いです。そうでしょ、はい、変嫌いでしょ。はい、変嫌いです。前イベントでも気になるって言われたいですから。そうだよね、前ちょっとそうやって言ったら怒ってたもんね、普通に。怒ってないですよ。スタヤのイベントの時にちょっとね怒ってないですよ、ちょっと、いや、怒ってない、あれちょっと抜けてるよねみたいな、変だよねって言ったら、あの怒ってないですよ、あれは怒ってはないです。怒ってないけど、うん、あの、うん、なんか私は変とか、うん、あ、変わってるとか、うん、なんかこう気に、なんていうんですか、うん、そのそれを言われちゃうと、うん、って言われてきたから、うん、そうでしょ、はい、うん、あ、気にしちゃう、それを気にしちゃうね、はい、何が変だったんだろうとか、はいはいはい、
それが嫌だから、うん、だからそういう子は多分いるからきっと、うん、良くないんですよそうだ、ね、気になるって言わないから、うん、だから今気になるって言ったはい思われました、はい、ということなんで、はい一旦ここで締めて、はい、続きはまた別のところでっていう感じで考えてます、はい、じゃあ次回続きやりますねはい、ということで締めてくださいはい、この動画が、いいなと思った方は高評価とチャンネル登録お願いしますありがとうございました本当締めるの下手なんだな